僕結構インターセプトをめっちゃしたいっていう欲が強くて、はい、結構やっぱ狙ってで、そう入れ替わっちゃうっていうのが結構僕の悪い癖でもあるんです。そこは狙った方がいい。でも狙っちゃいけない。このなんか区別というかどういう基準で、はい、いけるなっていう、はい、ボール持ってる選手がどういう状態かによる。ボール持ってる選手が例えば結構前向いていい状態だったら、はい、結構どこにでも出せるんで、はい、じゃあインターセプト狙おうとしたらちょっと裏切ろうかなみたいな感じになるんですけど、はい、味方が結構ボールホルダーにじゃあディフェンス結構来てて、はい、パスコースがもうじゃあ例えばこのパスしかないってなった時にインターセプト狙いより狙いやすくなると、このパスだけ自分がマークしてる選手っていうよりはボールどうやって出てくるかなっていう、味方がどうやって守備してどういうコースの限定を仕事してるかなっていう、やっぱり見るとそのタイミングでインターセプト狙えるみたいなチームは多分作れると思う。